霊山城は、道の区国手郡にそびえる霊山の山頂付近にあった南北朝時代の日本の城。城のある、霊山全域が国指定史跡及び名称。霊山山頂には、縁人創建の天台宗寺院霊山寺らが、建立されて栄えていたが、1337年2月9日に、陳珠不将軍、北畠明家が、広橋京康市らと測って、道の区大衆。 乗り流し新能を多賀国府からレーザーに移して山頂付近に国主館を設置、国画機能をここに移して北朝勢力に対抗したことに由来している。秋家らは、伊達校長、結城宗広ら大口方の南朝勢力と連携しながら同年9月6日に新能を報じて上落を開始するまで拠点とした。その後も現地に残された、 南朝方将兵によって守備されていたが、1347年に北朝方の欧州管理キラ低下によって攻略され、その後も何度か攻防戦が行われたものの、大江年間には廃城となった。近代以後、何度か調査され、1980年に大規模な発掘調査が行われた。その結果、建物の礎石跡などの遺構のほか、創船や小瀬戸など、 当時の活動の後を示すものが発掘されている。ただし、一部が、同国歌軍にかかる。霊山立手公式 HP。ありがとうございます。